たかって実は努力した成果のようだ。努力した成果のようだって訳したんだ、あのバイデンが。ちょっと訳しにくかったんですけどね。ここ努力した成果、単なるアチーブメント、成果っていうのはね、やっぱり詳しい説明、あ、ここで努力して成し遂げることって書いてあるから、努力した成果、この後ろの方にも努力し結果の優れた成果って書いてあるんで、彼の努力した成果のように見えたね。だから人気投票の時よりも彼は2ポイント高かった。しかし But relentless criticism and disinformation from the right soon reversed that。 これは relentless、 絶え間ない批判、criticism and disinformation、 disinformation も決まった言葉で誤情報、間違った情報ね。 from the right、 右派からの、情報がすぐにそれをリバース、覆した。この The Right っていうのはね、共和党ですね。共和党保守的だから。それで According to modeling by the economist、 エコノミストによるこの統計モデルによれば、統計モデルによれば、モデリングによれば、 Which correlates、 この correlates っていうのはね、僕初めて単語ですけど、相互に関連させる、関連づける with のやつですね。相互に関連づける、 historical present approval rating、 歴史的な大統領のアプローバルレーティングは、承認率、支持率は with measure of partisanship。 このパルチナンシップってのはね、これはね、もうこの意味はでも苦労したんですよ。パルタンシップのね、引いてるかな、ね、党派な、党派。あ、党派。で、党派心。だから共和党びいきとか、民主党びいき、パルタンシップって言うんですね。だから、不公平とか、偏愛とか、エコひいき。だから、エコひいきなんですよ。党派心だから。だから、ウィザメジャーオブパルタンシップだから、歴代の大統領の支持率をエコひいきで見てみるとっていうふうに私思ったんですよね。エコひいきで見てみると、なんでそんなことを言うのか、これもよく分かんないんだけど、まあ、どちらかというと彼は正直に、エコノミストの記者ってどちらかというと民主党ですから、キャリフォルニアとかニューヨークみたいなね、田舎の、トランプのような田舎者タイプとはエコノミストの、まあ、大体メインするメディアはみんな民主党っぽいのが多いんですよね。だからそういう意味での彼はウィザメジャーオブパルタンシップと言ってるのかもしれませんね。で、ジェネリックプレジデント、これジェネリックというのは、ね、一般の大統領って言うんですね。だから一般的にはっていう意味ですね。ジェネリックプレジデント could be expected to have an approval rating of 46% at this point in his first term。 彼の最初の任期のこの時点だ、この時点ということは、トランプちょうど100日ですので、100日の時点で 46% の、支持率、アプローバルレーティング、支持率を持つと期待されうる、could be expected。一般的な、だからどの大統領でも、まあ、最初の第1期の100日目は 46% の支持率が一般的にあるようだと。で、歴代の大統領の支持率を、ひいき見で見てみればみたいな感じですかね。なんでそんな表現するのか僕も分かりませんけどね。なぜこの With the Majors を Partisanship という言葉を入れたのか、僕はちょっと理解に苦しいけど、ひいき目に 見てあげれば、まあそういう意味ではこう 46% というのは、ひいき目で見てあげればみたいなニュアンスを彼は言いたかったのでしょうかね。それで、はい。人気投票って選挙の時ですか？あ、これ違う。ポピュラーボートは違う。これ選挙の前の、あなたのどの大統領が好きですかみたいな事前のアンケートのこと。これとアプローバルレートってなんか比べるもんなの？だから要するに事前人気、まあ、なんていうのかな、事前人気よりも実際の投票のなんていうの、
支持率の方が高かったという意味だよ。前評判よりも実際の方が高かったということをここで言いたいの。ポピュラーボートってのはどちらかというと人気投票で、アプローバルレートっていうのは実際にその投票率か、実際の投票率、実際投票してみたら 2% 高かったと、前評判より。はい、うん、そういう意味だと思うよ。俺は初め分かんなかったんだよ。そしたらポピュラーボードっていうのは人気投票っていう決まった言葉があるみたいだ。だから普通は日本語だったら Than his share of the popular vote、 前評判よりっていうような訳になるね。はい、訳はね、うん、いいですかね。じゃあそう、文野さん、アプローバルレートはちょっと確認なんですけど、これは、遅くなってすいませんでした。アプローバルレートはこれは支持率ですよね。支持率、そう、支持率、そう、支持率、支持率、はいはい、支持率、はい、それでリサージェンス of COVID-19 and related economic glitches、 これはね、 COVID-19 でコロナのリサージェンス、これオミクロンのことね、リサージェンス、再発、オミクロンのことね、リサージェンスと、それにリレーテ、それに関連した経済のグリッチーズ、グリッチーズはね、これはね、機械などの故障のことを言うんだけど、経済の、不調、ここでは不調だから、コロナのオミクロンの再発とそれに関連した経済の不調、 have made that 以下のことをした、何をしたかというと slippage even more unavoidable。 slippage というのは価値とか額の低下、経済の低下はさらに下げがたい。 that slippageそれが made that、 要するに made slippage even more unavoidable、 だから経済の不調はよりさらに避けがたい、屈した、ね、それから notwithstanding the economy is overall bigger、 経済の全体の活性活気にもかかわらず、 notwithstanding the economy is overall bigger、経済の全体の活発とか活性、ビガーね、旺盛なことにもかかわらず、alternative polling model which correlates presidential approval with inflation and unemployment。 これがね、難しいね、ちょっと待ってね。 also put the generic president on 46%。 これがね、難しいんだよね。このオルタナティブとね、大体の投票モデルじゃないんだよね。オルタナティブとね、ここにはさ、多分そうだろう。伝統的基準法と対峙して、普通とは違った新しい型にはまらない。新しい統計モデルっていうのをね、多分ね、エコノミストのどこかから探してきたの。オルタナティブポーリングモデル、ね、経済が活況にもかかわらず、新しい統計モデルは、それは、コーリレート、さっき言った関連づけるプレジデントのアプローバル、承認、だから支持率、インフレと失業 とがあると考えた大統領の承認はに関連してるが、関連してるが、だからインフレと失業とに関連に関連した大統領の支持率に絡まって関連しているけれども、それもまたジェネリックプレゼント、まあ一般的にな大統領は 46%、 46% の支持率がある。どういうことを言ってるかというと、経済が全体的に活発であるけれども、オルターテム、新しいエコノミストが提供する投票のモデルによれば、今回のインフレって10月に 6.2% あったの、今もインフレが進行してるわけだけど、インフレと失業、アンネンプロメント、失業と絡めて、で大統領の支持率を見てみると、なんていうような感じだよね、見てみると、それでも一般的な大統領であれば 46% の支持率を得る、 and puts the generic president on 46%。 このジェネリックっていうのはものすごく、なんていうのかな、一般的なって意味だけど、表現としては、まあ、かなりどうやって
意図するのかなってこと、僕も苦労したけど、一般的に考えればみたいなノリですね。46% の支持率があるという、そういう意味ですね。That Mr. Biden's ratings are even lower than the models predict is probably larger due to the virus itself。 バイデンの評価はプレディクト、このモデルの予想したよりも低いのは、より低いのはプロバリ、多分ウイルス自身の大いに、ラジ大いにウイルス自身のためだろう。ウイルスがあったからさらにね、普通だったら 46% 支持率だけど、もっと低いのはバイデンの場合にはウイルスがあったせいだよと言ってるんだよ。 Though most of the focus group participants understood that、 多くのこのフォーカスグループっていうのは、フォーカス、これさっきの文章で書いてある8人を選んでるんですよね。でその8人を選んで、その意見をバイデンどうだって意見を聞いてる、そのフォーカスグループ、まあここに下に書いてある、フォーカスグループとは定性的研究の一種であり、ある精神サービス、コンセプト、宣伝、アイデア、パッケージについて人間の集団の考えを質問する手法であって、このフォーカスグループの参加者の多く、もうほとんどはが理解しているのは、 He has limited power to crack down on the anti-mask anti-vax mob。 これはね、彼が権限を制限されていた、 limited power。 何に権限制限されたかというと、マスクをしない、マスクに対して制裁を加える、もしくはアンティ・ワクスモブ、反ワクチンのモブ、ボートを取り締まる権限が制限されていて、He has limited power too ということですね。だから、That have exacerbated America's COVID struggle。 こうしたマスクとかね、ワクチンの反対派によって、アメリカのコロナのストラグ、闘争は悪化した。だからアメリカのコロナの対応策が悪化した。状況が悪化した。ストラグ。状況が、コロナの状況が悪化した、エグザサベイト。で、most blamed him、 多くの人は彼を blame、 とがめる、 most blamed him for not doing so anyway、 いずれにしてもそのようにしなかった、要するにマックスとかマスクとかワクチンを打てというようなことをしなかったので彼を責めた、 most blamed him for not doing so anyway、 anyway、 とにかくね。でここで、If you don't have someone in charge, there isn't any control。 もしあなたがね、誰かに have in charge、 責任を負わせなければ、 there isn't any control、 どんな管理もありえない。だから誰かに責任を任せなかったらば、何も効果も何も起こらないよと、 said one participant、 参加者の一人が言った。だからバイデンはやっぱりそういうふうなことが実際にリミテッドパワー、制限されていたということですよね。だからアメリカではマスクを強制するとか、ワクチンを強制するってことは最高裁でも否決されましたよね。で強制できないんですよ。だからそういうことで、バイデンを責めるっていうことは、これ most blamed him って言うけど、まあそれはできないんだから仕方がないでしょっていうことはここで言ってるんだよね。ここで言ってるの、いいかな、もうちょっとやるかな。これは2番。あ、宇野さんね、うん、いいですかね。うん、2行目のところのちょっと確認でもあるかもしれないです。このポーリングモデルの略のところで、ね、その後のフィッチコーリレイト。あ、はいはい、これはね、だから大統領のいわゆる支持率と、それからこのインフレと、なんていうかアンエンプロイメントだから、失業率かが相関してる、ずるモデルっていうことですよね。これそのいや、これさ、相関するような形の。うん。これね、あなたはもうその気がついたと思うんだけどね、これすごいなんか分かりにくい文章でね、オルターナティブポーリングモデルってのはもう一つの代替の投票モデルっていうふうなことがあるとすればみたいな言い方なんだよ、うん、ね、普通のポーリングモデルじゃなくて、うん、要するにね、投票のモデルを考えた場合に、大統領の承認は今回のインフレとね、
失業率を絡めて考えてみるとみたいなことだよ、うんうん、だから投票のモデルとして彼の人気を例えば予測する時のモデルがあるわけだけど、今回はその時にインフレとね失業率っていうのは最近アメリカの現象なんで、そういうことを絡めて考えてみるとどの大統領でも 46% の支持率になるよって言ってるの、うん、でジェネリックプレゼントっていうのはキーワードでどの大統領でもいい、はいはい、だから今のそのインフレと失業率を入れるとその 46% っていうのが出てくるのはこれがモデルなわけですよね。ああそうそう、バイデンはそのそれより低いと言ってるわけです。そうで、バイデンは 46% より低いのを次の動画言ってる、はい、それはそこに加えてワイルスが出てきたからだって言ってるのね、はい、だから彼はその前の文章での能力がないって言ってるんだけど、能力がないって言ってる割にはまあそんなに評価は悪くはないなということをここで用意してるようなイメージかな。なるほどね。で